ミンガラバー皆さん、こんにちは、わきょうのアレンです。前回の動画でアレンは久々の外出自粛を終えて久々に外に出て、シティマートというもちろんヤンゴンにお住みの日本人の方にはご存知のことかと思いますが、ヤンゴンで大きなシティマートと呼ばれるスーパーマーケットに行って、そこでいろんな商品を買いに行って買い出しにしてきました。でそのシティマートに行った後に、シティマートとは別でまたローカルがやってるローカル市場みたいな安くで新鮮なものが野菜とかお肉が買えるところに行って、そこに行って買い出しにしてきました。でそこで今回買った材料だったりとか、なんでアレンがこれを買ったのかとか、あといくらかかったのか、そういった自粛生活についてお話ししていきたいなと思います。早速ですが、アレンが今回シティマートで買ったものとローカルで買ったものを分けて説明したいなと思います。まずは最初こちらですね。こちらご覧ください。今回シティマートに行ってミルクもなければ、この買いたかったコンソメとかそういう調味料も全然なくて、で今回この代わりに足の素とこのまあうちで使っているトイレ洗剤とかお風呂とかに使えるやつ、これがすごく高かったんですけど、この2つしか買えなくて、本当の買いたかったミルクとかそういったものは買えなくて、本当に今回この2つだけシーマートで買って、あとSIMカードも買いました。3万円分買いました。はい。でプラスこちらですね、こちらの並んである野菜、人参、かぼちゃ、トマト、なすび、ピーマン、こっちゴーヤーですね、はい。でこれが卵20個入ってて、こっちもじゃがいも10個と、じゃがいも10個と、こっち玉ねぎ10個と、こちらがなんと、すごいですね、これ何グラムか分かんないんですけど、これがおよそ日本円で700円ぐらいですかね。で、買えたこの 豚肉と、こちらが。まあ、このレタスかなんかわかんないんですけど、はい、まあ、そういった刃物のやつをこれトータルで、まあ、こんだけ野菜とかたくさん買って、でかつまあこういったのも買って、まあ、ここで皆さんに質問なんですけど、まあ、ミャンマーって大体、まあ、安いとか東南アジア安いって言われて、もちろんご存知かもしれないんですけど、こんだけの食材、こんだけの野菜買って、じゃがいも買って、まあ、洗剤とかこういった必需品も買って、プラスここには映してないんですけど、携帯の SIM カードっていうのがあって、この日本とは、日本だったらまあソフトバンクさんとかに契約して毎月毎月月終わりとかに支払いすると思うんですが、ミャンマーの場合はこの SIM カードを買ってトップアップをしていくっていう形なので、トップアップするこのトップアップをするこの用紙というか、そういったカードみたいなの売ってて、それも自粛生活でなかなか外出れないので、それも買いだめして、今回3万チャット、だいたい2100円とか2100円余るぐらいを今回購入しました。それでなんとその SIM カードを買って、かつこちらのたくさん豊富な野菜肉を買って、合計日本円でおいくらだと思いますか皆さん。実はこんだけ買って4500円なんです。しかも4500円のうち SIM カードが2000円と入るので、これだけで2500円ですよ。こんなに買って、まあ、これも本当に買わなくてよかったんですけど、買わなくて本当に食材だけ買ったとしたら、まあ、2000円だとしたら、もうこの2000円だけでこれ1ヶ月暮らせると思います。はい。で今回アレンが買った食材について一つ一つ、今回なんでこれ買ったのかって説明をしたいんですけど、まあ、こちらが先ほど説明したローカルフードで、ローカルのマーケットで買った食材なんですが、まずこちら見てほしいのが、卵20個じゃないですか。じゃがいもも10個10個20個じゃないですか。で玉ねぎも10個と、こちらにも実はストック20個あるので、合計玉ねぎ20個、じゃがいも20個、卵20個って形なんですけど、これは玉ねぎ、じゃがいもっていうのはなかなか腐らなくて日持ちするので、まずはこのじゃがいもとか玉ねぎを中心にした料理を作ろうと考えているので、まずこれはストックします。で卵は万能なので、卵も買ってきますよ。これでも1週間しか持たないので、すぐなんかゆで卵にしたりとか煮卵にしたり、いろいろ工夫して使い切ります。なのでこういった刃物だったりとか、こういう、まあ、トマトも持ちますけど、こういうゴーヤーとかあまり火が持たないので、こういったのは買ってすぐ作るので、順番的にはこうゴーヤーとかナスビとかかぼちゃとか、そういったものを使い切ってから、こういうじゃがいもとかゆっくり使っていくって形にしてて、あえてやっぱりいろんな野菜とか取りたいし、豊富に得たいし買いたいものあるんですが、やっぱり自粛生活になるとやっぱり長期戦なので、日が持つ野菜とかを事前に調べておいて、それをミャンマーで手に入るものをできるだけこう多く仕入れているって形です。
それから自粛生活なのでやっぱりもちろん買いだめもあまり良くないかもしれないんですが、こうやってまあ、ある程度する必要も備えあれば売れなしということで、このこちらにある油も冷蔵庫にストック、こんだけしかないのでストックしてあったりとか、こういった形ラーメンも 1,2,3,4 こっちに5つ入ってね、9つですね。でスパゲッティの麺とかもいろいろあるので、こういった麺類もストックして、必ず何かあった時のためにある程度ストックをしてます。はい、続いて冷蔵庫の中身なんですが、冷蔵庫も実はこれ白くなってますが、これも油のストックになります。はい、でこれでこういった感じで上にもこれ作り置きした肉じゃがとかこうやって置いておくことで、これポテトサラダですね、これ停電しても食べれるようにいつも作ってやるやつとか、こういった形で作り置きもそうですけど、先ほど作った肉じゃがだったりとか、あとポテトサラダ、こちらももちろんじゃがいもメインで使っているので、こういったじゃがいもたくさん買ってもすぐなくなってしまうんですよ、20個買ったとしても。なのでこういったのを買って、これでもう1ヶ月しのぐようにアレンはしてます。で本当に何かゴミ出しのついでに少しミルクを買い足すとか、こういった形でちょこちょこ買い足しはしますが、それ以外はもう本当に出ないように心がけています。なんかミャンマーでこう自粛生活するっていうのはなかなかやっぱ日本と比べたらやっぱ手に入る食材がどんなものか分からなかったりとか、あとミャンマー語が通じないので、今日も豚肉を買いたかったんですけど鶏肉と間違ったりとかして、でミャンマー語分かんなくて調べながらって形ですごく大変なんですけど、こういった形でアレンはミャンマーで自粛生活をやって耐え忍んでいます。これからもこういった自粛生活の動画だったりとか、ミャンマーで起きたコロナの情報だったりとかっていうのをどんどんシェアしていきたいなと思いますので、もしもお時間ある時にはミャンマー語教のホームページ、 YouTube、ブログ上げてますので、ぜひよろしくお願いします。あと何かリクエストがあれば、ぜひぜひコメント欄、概要欄にコメントしていただけたら、こちらもリプライしますので、ぜひ気軽なく連絡お願いします。ではこちらで失礼します。また。